どうも、佐々木朝日のミルクチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、東京ファッションウィークに行ってまいりまして、その時のバックステージの様子や、あとはショーの様子をですね、ご紹介していこうと思います。今回はですね、皆さんご存知メイベリンさんにご招待いただきまして、メイベリンがバックステージに入っているブランドをですね、見学させていただきました。ちょっと長くなってしまいそうなので、前半後半2回のビデオに分けてご紹介していこうと思います。まず1つ目のブランドは A ディグリーファーレンハイというブランドで、2015年 AW のコンセプトが、蜃気楼が発生しやすい条件である樹氷と空気の温度差8度差をテーマにしたと書いてあって、ショーの最初から最後にかけて温度によって色が変わっていく様子をですね、お洋服で表現されていて、とっても面白いショーでした。あとは素材感とか形もね、ちょっと個性があって、シンプルなんだけれども個性がある、結構好きなデザインが多かったですね。メイクでも蜃気楼の境界線の影をコンセプトに表現されていて、で本当に全体的にすごいナチュラルなんだけれども、アイラインはしっかり強めに、ただキャットアイみたいにこうピュッと伸ばすんじゃなくって、こういう自然現象の有機的な影みたいなイメージですんで、ここが自然に丸い、こう自然にこのアイホールからそうね入ってって、ちょっとこう下がって目のシェイプに上がって、最後またこう丸みを持ってこう終わる、ペンシルを引いてライナーでベースを作るということはすごい大事なんですね。そうするとこうステージでこうピリッとした、もう落ちない強い眼差しができます。やっぱり春夏から軽さみたいなのすごい大事で、なので下はもうマスカラも塗らないですし、ハイライターとかでツヤを出すとかじゃなくて、もう目だけ、目と眉、今軽さのポイントかなと思います。使ってるアイテムがこちらになります。みんなが実際使っているであろうメイベリンのアイテムがね、実際にショーのバックステージでも同じものが使われているんだなと思ってね、ちょっとびっくりしました。キュレイテッドというタイのブランドで、とてもポップで現代版民族衣装があるとしたらこんな感じなのかなっていうような、そんなコレクションになっておりました。ここはアクセサリーがねすごい可愛いなと思って、大ぶりなものが多かったり、あと素材が面白いものがあったりしましたね。そしてメイクもアクセサリーのパーツを使って民族っぽく仕上げていました。これを分解して、でビーズと全部つけてデザインしてグレで貼って、ワンシャープのブラウンを目の下に書いて、でちょっとぼかして耳と綿棒につけて、ちょっと取りながら汚くして、眉毛はこういうふうに上げ、長い子は上げるだけなんだけど、眉の毛が短い子はハイパーシャープのグレーソフトブラックの方で、メンズは一本一本描いてます。こういうふうに同じ感じに足りないところを描いてっていうふうにしてます。ジェリーブローの09をここら辺のほんのり赤く自然に下気味にちょっとつけて、ベビーリップのノーカラーのやつで、まあ、潤いを与えるぐらいですね、モダンなスライブみたいなのにしてます。ということで、前半はこんな感じで終わります。後半もお楽しみに。それじゃあまた明日。バイバイ。